お久しぶりです。前回のですねブログが去年のクリスマスの、ポーランドだったと思うんで、もう実に6ヶ月以上ですね、ぶりに更新ということで、今回はここにちょっとねカメラ置いてありますけど、新しいですね、レンズを買いまして、まあ、それの開封と、あとは、そのレンズを使って、まあ、どういった絵が撮れるのかっていうのを動画にまとめてみようかなと思ってます。じゃあまずはですね、レンズの方は届いたんで開封していきたいと思います。でこのレンズは僕は結構いろいろねレンズ持ってるんですけど、その中でも一番明るい、レンズのですね明るさとね、あのボケの決め手になるこの F 値ですね、それが 1.2 ということで、一番僕が持ってるレンズの中で明るいレンズになってます。楽しみですねこれ。しかもあのライカがね作ってるということで、じゃじゃーんというか、あすごい重たいですねこれ。こちらです。これはですね、あのズームレンズじゃなくて、あの 42.5mm 固定のレンズになってます。なので割とねあの距離限定されるんですけど、あの撮れたものがあったらあの寄っていかなきゃいけなかったりとかという、まあ、あの近すぎる場合はあの離れて撮らなきゃいけない。僕が使っているカメラ本体にも手ブレ補正がついてるんですけど、このレンズ自体にも手ブレ補正がついてて、それの切り替えができるということで、あのダブルで映像のブレが抑えられるということで、それも気に入ってこのレンズを決めました。久しぶりにあのワクワクしてますということで、今撮ってるこのカメラに付け替えて、いろいろですねあのおしゃれな映像を撮って、編集して、見たいと思います。はい、というわけで実際ですねこのレンズを使って、短い動画を作っていました。あのここにねダイヤルがあって、自分でマニュアルでも変えれるんですけど、やっぱ F 値がね低いだけあってボケがすごいですね。フォーカス当てたところだけ、ピンポイントで、あの他のところねあの綺麗にボケが入って、まだまだねちょっと使いこなせてないんですけど、これからあのどんどんこのレンズを使って、クリエイティブな動画を作っていきたいと思います。というわけで今回のブログはですね本当に短かったですけど、これで終わりにしたいんですが、このメインのチャンネルでは言ってなかったと思うんですけど、あのサブチャンネルの方をねあの始めてまして、そちらの方はあの短い動画で僕の思っていることなんかを喋ったりとか時事ネタなんかを喋ったりしてるんで、あのよろしかったらそっちもチェックしてみてください。それではまた次回、このブログの方でお会いしましょう。 Can I take you there?